アルメニア語はカフカス地方の一国アルメニアの公用語。言語学的にはインドヨーロッパ語族に分類され、この言語だけで独立した一語派を形成している。表記には独自のアルメニア文字が用いられる。序文で述べたように、アルメニア語は英語やロシア語などの他の英語,語と違って単独でインドヨーロッパ語族アルメニア語という独立した地位を与えられている。 フランスの言語学者、アントワーヌメイの指摘したように、アルメニア語はギリシャ語と語源的に並行した類似性を多く保持している。歴史の流れの中で、この言語は、たくさんの語与ペルシャ語、ついで、ギリシャ語、トルコ語、フランス語、ラテン語、そしてロシア語から借用してきた。特に、インドイラン語、ハイラン語群の一つである、ペルシャ語からの借用語が多く、 そのため19世紀末頃オマゲアルメニア語も同じくイラン語群に属するものと考えられていた。しかし、ドイツの言語学者ヒュップ・シュマンによる借用語の分離研究が行われた結果、インドイラン語派に属さない単独の語派であると考えられるようになった。現在では言語的相違の観点から歴史的に以下の3つに分けられている。東西方言の違いとして主に次のことが言える。 この二方言の中にそれぞれ細かく分類できる多くの方言を持つ。また、東西方言のどちらにも属さない方言も存在する。アルメニア人は多くが多くの国々に離散しているため、アルメニア語和社の総数ははっきりとつかめていない。一説には合計約700万人の和社がおり、そのうちおよそ300万人以上がアルメニア国内とされている。また、 アルメニア共和国内も含めて、アルメニア人は多言語話者であることが多いと言われる。アルメニア共和国で公用語に指定されており、その約300万人の国民のほとんどが東方言話者である。ただし彼らの中には、英語やロシア語、フランス語など何らかの外国語も話せる人が多いと言われている。隣国では、東のアゼルバイジャン内のアルメニア人地域、ナゴルノカラバフで、 公用語に指定されている。その他、ソ連時代に同じ国に所属していたロシアなどにも多くの和社がおり、また、トルコ東部やジョージア、イランなどに居住するアルメニア人の間でも使用されている。正方向とは、もともとキリキア地方やその東部で話されていたが、歴史的事情により和社は多くの国々に移住しており、その人々により使用され続けている。主に、 アメリカ合衆国やフランスなどの欧米諸国に多くの和社がおり、ついでトルコのイスタンブールや南部、南東部、シリアやレバノンにいる。これらの国のアルメニア人コミュニティの中で使われ、続けている。また、トルコからのアルメニア国内への移民の中で使っている、ものもいる。中世キリキアアアルメニア王国の衰退時より、ムスリムの諸民族からの迫害を受け、 それによりアルメニア人の一部は離散し、コンスタンチノープルやバルカン半島、さらには西欧諸国に移住した。その後も移住者は出てきていたが、とりわけ近現代、19世紀末から第一次、世界大戦前後にかけてのオスマン帝国によるアルメニア人迫害により、100万人以上が殺害され、他にも数十万人規模の国外移住者が現れたという。 このオスマン帝国の迫害により、トルコでの話者は激減した。このような経緯で、現在のトルコには確かに話者はいるが決して多くは存在しておらず、むしろアメリカやフランスなど西欧諸国に多くの西方古都和舎が存在するという状態である。アルメニア語では5世紀初頭に発明された独自のアルメニア文字が使用される。字母は38字あり、 それぞれに大文字と小文字がある。また、アルメニア文字の句頭点は、西欧言語とは型や、使用法が若干異なる。句点は、で表され、疑問文などどんな文でもこの字が使われる。また疑問符は、英語のように、を文末に使うという方法を取らず、を相手に問う対象の語に、アクセントのような形で付け加える。以の節における説明は、東方とを中心に扱い、 正方言と,との際を補足的に述べることにする。現代アルメニア語の音声には次のものがある。文字と音音の対応は次の通り。なお、重視音がある場合、その間に、にあたる、曖昧母音が表記されずとも発音されることが多い。また、後頭の二重視音の種類によっては、後頭に曖昧母音が表記されずとも発音されるものがある。ただし、これらの曖昧母音挿入によって、 文法上の音節数が増えるとは考えない。東方ことでは、この表記されない、曖昧母音は時に発音されないことがある。アルメニア語におけるシーンとしては、歌表の音素が音韻として存在する。枠中に二つのシーン字がある場合は、左が無声音、右が有声音で発音されることを表す。また、枠中の一行目は発音の IPA を、二行目は、 該当するアルメニア文字を3行目はラテン文字への転写の代表例を示す。正方ことではだけでなく、も、おおむね、V の発音を示す。および、以外の事母の直後に、がある場合に、V と発音される。一方同方ことの申請書法では、V と発音するはすべてに変更されている。アルメニア語のシーンにおける特徴として、次のことが挙げられる。破裂音および、 破殺音においては、各超音点ごとに、無気無声音、無気有声音、有気無声音の3つの音韻の対立がある。例えば南高外音には、の3つの音韻があり、それぞれ別の音として認識される。この音韻対立は、古典ギリシア語における、閉鎖音の対立と同様である。英語などにおける、R に対応する子音がアルメニア語には3つある。 東西のシーン時の発音の違い分類の節で述べた通り、アルメニア語の正方言は、中世に音韻変化を起こしたために、破裂音、または破殺音を表す文字の発音が東方言と,とは異なる。破裂音及び破殺音の文字に関して、東西の発音の対応関係を示すと、字表のようになる。具体例を示せば、東方言において、が、それぞれ、K、K、 と発音されるのに対し、正方言ではそれぞれ、K、K と発音され、特に、との発音に違いがなくなる。同様に、が、東方言では、それぞれ、TS、DZ、TS と発音されるのに対し、正方言では、それぞれ、DZ、TS、TS となる。その他、について一部発音が異なる。正方言では、が五頭に来るときは、 h と発音する。また、語尾のタイは一部の単語を除いて発音されない。一方、東方ことの申請書法では多い一律に、j と発音するよう、語頭脳に変えたり、語尾の無音脳を省いたりして改正されている。アルメニア語のアクセントは強弱アクセントであり、原則的に単語の最終音節に置かれる。ただし、語尾がイの場合はその前の音節に置かれる。 平序文での基本的な語順は、主語目的語動詞の SOV 型である。またこの語順は、疑問文においても文系は同じ SOV である。ただ、アルメニア語の場合は、西欧の諸言語に比べて若干語順が自由である。また下に例示するように、アルメニア語は、多くの陰謀語族の言語と同じ屈折語であり、名詞や動詞などが文中におけるそれぞれの役割に応じて、 語尾変化する。英語以外の陰謀語ではかなり珍しいことに、名詞、代名詞の性が消えている。これは隣に位置する高カサス語の影響と考えられている。ただし、数の区別はあり、名詞などに単数、複数の区別がある。一般的に、名詞は単音節語の場合語尾に、多音節語の場合はオフ化することで、複数型となる。また、 生物的性別のある人物などは、女性設備時の体で女性を指す言葉になる。例えば、和となる。長い間同じ語派に属すると考えられていた現代、ペルシア語と違い、アルメニア語には、名詞の格変化がある。すなわち、アルメニア語には、主格、対格、俗格、予格、脱格、具格、ところ格の七つの格があり、 名詞の語尾は文におけるそれぞれの役割に応じて適切な格を表すよう変化する。ただし、現代の東アルメニア語では予格型は俗格型と同型であるほか、不活動体の対格が主格と活動体の対格が予格とそれぞれ同型になる。また、活動体の名詞は意味上の制約によりところ格が存在しない。また、 一認証単数と二認証単数の所有を表す。時に、各語尾の後に所有接字が付けられる。例。定関詞の、のみがあり、高知関詞である。例、は、または、となる。なお、名詞の予覚型は、訂正の時、続格型に定関詞を付けたケースが多い。形容詞の格変化は消失した。また、形容詞をそのまま副詞として、使ったり、 高知監視をつけて名詞化したりすることが多い。例は、となる。発音により、基本的に2種類の動詞があり、原型の語尾は、それぞれとである。動詞の時制には、現在、未来、未完了過去、完了過去、単純過去、大過去、過去未来の7つの時制がある。多くの変化には、である、あるを意味する掲示の認証変化型をつける必要がある。また、 否定型は、刑事の認証変化形の前に、否定の説当時マイナスをつける。助報としては、直接法のほかに、接続法、条件法、義務法がある。ABCD 吉村孝之。東アルメニア語文法愛。東京外国語大学学術成果コレクション。2021年7月16日閲覧。ドラサカヤン、イースタンアルメニアンフォーザイングリッシュ。 スピーキングワールド。イエルフォン・ステート・ユニバーシティ。2021年7月16日。閲覧。A.B. 吉村隆之。東アルメニア語文法2。東京外国語大学学術成果コレクション。2021年7月16日。閲覧。ありがとうございます。